お疲れちゃんです。ラットです。ということで今回もねクラッシュロイヤルやっていくんですが、今日はですね BO3 をやっていきたいと思います。で早速申請来てるんですけど、このねオーロラっていうアカウントなんですけど、中身は、ノバじゃねえわ、中国の、元ノバ e スポーツにいた、今はですね LGD ゲーミングかな、中国で、世界大会出場をする、チームのねもうエース的存在な方です。AU っていう選手です。AUK だったり、なんか AU だったり、いろいろあるんですけど、その方ですね、丸メガネをしているのが、特徴的です。で、僕がめちゃくちゃね、好きな選手でございます。はい。というわけで、今回ね、BO3 をやらせていただきます。で、この方はですね、まあ、中国なんでね、皆さん多分知らない方が多いと思われるんですけど、世界大会に出られます。ですので、まあ、そちらをね、ぜひ楽しみにしていただきたい、のはもちろんなんですけど、よいしょ。まあ、まあ、当たり前のようにね、うまいのでね。よいしょ。これで、一発なら。ペッカマジアチャーはわかんないですね。普通のペッカ工場か。いや、でもタルババ。あ、はい、一発。いや、いいボーイですね、今の相手。あー、なるほどね。ここ一回ディガーで止めて、ラムライダーをしっかりトルネードキングにしていきたい。あー、最悪だ。やばい、これ痛い。これめっちゃくちゃ痛い。まあ。はい、これはミスなんで、ここを無視したいんですけど、まあ多分ここは痛いんで受けて、ケツペッカかな。相手はペッカラムですね。ペッカラムだ。ライトニングはちょっと厄介かなと思われます。で、元ノバでね、去年世界大会優勝にも実際優勝もしてますし、なんか途中3立てとかもしてましたし、なんかもうめちゃくちゃ、マジで世界トップレベルの上手い方ですね。これちょっと打っちゃう。なんすけど、ちょっと待って、勝ちたいんですけど、落ち着いてね。一個落ち着いていきたいと思います。で、ここで後ろからスイート裂いて、かな相手。アド5を取られてますからね、今。まあ、エレキ裂いた。ここ、ウォールブレイカー飛ばしちゃって、こうついでで、ここで一回止めてあげて、ボムタワー残すことによって、OK。ここのラムライダーを多分そのまま守れる。ワンチャンライトニング来る。来ないで。これ怖いので、トルネ引っ張って。もうマジアチャがね、正直きついっすね。マジアチャが鬼、きついんすけど、まあ、言うて勝てないこともないよねっていう感じでいきます。ゴブリンで軽くプレッシャーかけます。これはさすがにライトニング打つでしょ。バルキリーとボムタワーにね。だよね。まあ、だからこそアイスイズ遅延かけてあげて、オッケー。で、今逆に相手はコスト使ったので、これ5コスでちゃちゃっと攻めればよかったですね。まあ、タルエリキかな。あ、エレキ回ってない。あ、タルユキがずるいんすね、マジで。タルユキで防御されちゃう。まあでも、マジ？それは違うくね？それはちょっと、マジ？おい。いや、それはちょっとうまいな。マジ？ちょっと待ってください。一回ちょっと切り引きしますね。今のね、あそこのゴブリンへの攻めマジアチャと、最後のね、あそこのアイスイズのライトニングは普通打てませんからね。はい、ちょっと今から倒します。結構憧れの存在のプレイヤーでありますけど、ボコしたいですね。ちょっと今1回戦目ね、ボコされたので。ペッカラム使った、まあ、ワンチャン連投アンパイですからね、BO3 やろうって言って。YouTube 上げていいって聞いて、もちろんって言われて、はい、連投説ありますね。連投だった場合、ラムライダーはラムライダーで守るって考えたんですけど、ダクネで雪玉ってなんだ？ゴレだったら普通雪玉じゃないんで、ウッドかトレババだと思うんですけど、あ、メガネットスケラだ。いや、これメガネットスケラきついんだ。なんか、前ちょっとやったんですよね。多分僕の、予想が当たってるのであれば、相手はメガナイトですね。あー、ダクネリキ。うわー、くそ。これちょっときつい。ちょっと若干きつい感がありますけど。いや、ここ、はい。
マジ？これエレキに飛ぶよ。優秀、OK。で、逆にチャンス。今、相手はメガナイト裂いたので、エレキもないよね。これどうやって止まるんだ？あ、ゴボリか。いや、壊せ。もう一発？うん。まあまあまあ。これインドラがそのまま処理してくれて、OK。ちょっとダメージ稼げますね。まあ、左側はダメージ受けたないので、虫かな。で、スケラーですね。スケラーをランバーとマジアチで基本的に守っていきたい。で、まあ、ケツマジアチしたら多分ポイズンかな、ここは。だよね。一回、待ちですけど、むずいですね。ちょっとこれも。トルネは多分ないと思います。ないと思うんですけど。よいしょ。ワンチャン形作ってくるかな。いや、一回受けたよね。このダクネが厄介ですね。メガナイトダクネっていう形がすごい厄介。よいしょ。ここはね、一回しっかり守って。ゲイユーノがずっとタゲ取ってくれてますね。やばい。ちょっと緊張してる。今のこの、ここマジでね、あれがすごい厄介なんですよね。ゴボリ。メガナイトよりもゴボリがすごい僕的にはきついイメージがありますね。で、インド咲いたら逆サイベビスケラがワンチャン来るぐらいかな。うん、だよね。絶対来るよね。いや、分かってますね、マジで。普通にボコされるんだけど。マジ？いや、でもまだ参る。ここだな。ここで、言うのでゴボリを壊して、いや、きつ！これきつくない？きついよね。あ、エレキ来るわ。これやばい。終わったかも。スケラ撃たれる。いや、まだ耐えれるか。え？強くね？強くね？ちょっと待って。いや、まだ耐える。危ない。で、これ無理じゃない？ちょっと待って。ちょっともう一回したいんですけど。ちょっと。ゴボリとメガナイトがあるんで、あるんでってなるんですけど、突破できないんですよね。ここ、マジアチャ出して、ワンチャン仕掛ける。ああ。しっかり決めに来ますね、相手も。でもワンチャンこう耐えたら、逆に、俺のターンみたいなのがある。あ、待って。耐えれない。痛い。いや、ポイズン剣入ってないよ。お、ワンチャンあるくね？いや、ないか。いや、ワンチャンある。あ、終わった。ちょっと待って、最悪だ。こんな感じで終わんの？いや、ちょっと待って、泣きのね、泣きの一回、ここがあって、ちょっと待ってくださいよ。神器ね、神器でグロ5位ぐらいまで来たんですよ、僕。だから結構自信あったんですよね、ちょっと、泣きのもう一回お願い。泣きのもう一回お願い、入ってくれ。お願い。いやー、マジでね、ここまでやられるかっていう感じですね。ちょっと一回ね、もう一回一緒にしましたね。ふうし。2本取られましたけども、まあね、僕の今回負けは決まりましたけど、ここ勝てば関係ないですからね。あ、世界大会、あれだ、この人。申し訳ない。先ほど世界大会出ると言いましたけども、この AUK 選手がいるチームはですね、決勝じゃなくて、2チーム出れるんですけど、3位で終わりました。はい。ですので、AUK 選手は、今回世界大会には出ないですね。はい。今年は出れませんね。惜しくも3位だった。さっきまで言ってたことは、全部違います。マジで。さっきまでの全部違います。はい。申し訳ないです。ちょっと勘違いしてましたね。これね、僕が今使ってるデッキはですね、日本人の、おやっすーさんって方。まあ今は、改名して、ハッピーさんになってるかもしれないんですけど、その方が使っていた、スケルトンラッシュのデッキですね。よいしょ。
これワンチャン連投であるならば、俺トルネーでキングキットしてもよかったけど、いやゴレですね。まあ、ここ一回合わせて、ファルチがね強いですね。今も前もずっと。あ、殴れるか。あ、ミリ残ってるからこれ打っちゃいますね。回転早いので、このファルチがいるだけでだるいかなと思います。いや、いい防衛だな。まあでももうちょっと入ってほしいですね。まあゴレですね。よいしょ。で、これライトニング警戒で超高め。お、エリゴレだ。これ結構うざい。あー、最悪だ。やばい。2周目ファルチ回します。で、相手トルネがありますね。これ攻めトルネされるんですよね、多分。それがだるいので、こっちが先に攻めトルネをやりたいまである。オーケー、回転が早い。で、エリクサももらった。オッケーで、今ライトニング打ったばっかなので、ここのスケラですね。ここのスケラがね、相手多分きついと思います。で、なんか来る。おお、エリゴレツリー。まあでも、ここはポイズンプラススケラのダメージが入ってるのと、このエリゴレをね、美味しくいただけるので、結構流れとしてはいいんじゃないでしょうか。これスケラ打っちゃいますね。イケイケですね、今。このポイズン打っちゃおうかな。ファルチで回収できるんで、まあ削りつつ、って感じですね。で、ライトニング打たれても回転早いので、OK。いや、これいきそうだな。問題は、ここですね。ここなので、一回攻めて、ボーポリして、ファルチで丁寧に守る。OK。危ねえ。で、こっち側は、待って、めっちゃうまく防衛されてる。ちょっとやばい。これライトニング耐えますね。まあでもライトニングだけでは耐えるので。あぶね。めっちゃいい試合してる。逆サイファルチ相手は強してますね。これもう一回スケラ打ちます。で、トルネで一緒に下げる。で、スケラのターゲットをタワーがね、殴るようにすると、スケルトンラッシュね、できるだけ抑えれるんで、相手はそれを分かっていますね。これライトニング削りかな、ワンちゃん。これ回転で回します。ここでライトニング打たれるとちょっと怖い。まあでもライトニングだけだとやっぱファルチが解けないんでね、これ逆にこっちがチャンスですね。いや、めっちゃすごい試合してる。さっきからポイズン打たないっすね、これは。マイスイズ OK で、ここでエリゴレ咲いたので、ここ逆にね、チャンスだと思っていきたいですね。で、でも逆サイが来るので、逆サイしっかり防衛します。ここのワンチャン逆サイにライトニングも来ますね。ここ。アイゴレに。そういう多分、隙を作るのがすごい上手かったですね、さっき。すげえエリゴレで釣ろうとしてくる。あ、待って、スケラが。気分。来たー！いやー、くそー、待って、でも、まあ、勝ちましたけども。勝ちましたけども、結果的には2-1で負けてますからね。いやー、ちょっと。悔しいですね。はい。というわけで、今回ね、au 選手。まあ、au系なのか、au 選手なのか分かんないですけど。まあ、中国のね、ほんとトップ選手でございます。去年のね、世界大会の、多分調べたりしたらね、au系選手って出てると思うので、ちょっともう一戦来たので、ちょっともう一戦ね、やりたいなと思います。こちらの、エリゴレでいきます。BO3 とか言っちゃったんですけど、余裕で BO4 までなってるし、BO5 にしちゃうまであるんですけどね。はい。というわけで、勝ちます。ここで勝てば2勝2敗なのでね。よいしょ。あれで、めっちゃ待ってきますね。なんか、中国ってすごい待って、てか延長から試合始まる方すごい多いんですよね。まあ、なんでかわかんないんですけど、みんな待つタイプなのか、全然わかんないんですけど、アジアだと、こう、まあ、30秒くらい待って何か出さなかったら、こう、ユニット出すじゃないですか。
なんですけど、中国ってすごい、なんかユニット全然出さないんですよね、みんな。で、待って、残り1分から試合スタートみたいなのがよくね、見ましたね。この学年は気持ち捨てっすね。ペッカラムかな、ライトニングだったらちょっと辛いっすね。まあでも、さすがに雪玉だと思うので。OK。できるだけエリゴレの HP 残して、で、スパーキーも、ライトニングも使えましたよと、言うので。OK。ここさえ処理できてしまえば結構ダメージ入るんじゃない？まあでも、この後アド回収されて、ラムライダープラスのこのユーノが多分飛んでくるんじゃないかなと思いますけど、どうでしょうか。ですね。いや、まあまあいいエレキなんじゃない？これは。はい、ペッカラムですね。1戦目か2戦目に使われたデッキです。これ一発入る。気合が足りない。まあ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 。で、スパーキーを、まあ、普通に出しちゃってもいい感じがありますけどね。あ、これはね、マジアチャの同サイドに合わせますね。相手は自陣のエレキと、まあ言ったら相手陣地のライトニングでしか、処理はできないので、これまあライトニング打たれるかな。打たれたら打たれたでファルチが生きるからいいかな。あんま良くないかったかもだけど、あ、これ死ぬんだよね。ちゃんとスパーキーの処理分かってますね。こうファルチでまとめたいな。あ、やばい、下手くそしてる。うわ、あぶね、エリゴレが。あぶね、ちょっと待って、やばい。これ延命してこないか、さすがに。あ、してくるか。これライトニングさすがに打てない。オッケー。ふぅ、まあ1200まで削っててタイブレイカーでもさすがにこれマジアチャ出せないので、まあ、一回捨てて、マジアチャ咲いたからさ、まあ、行っちゃっていいんじゃない。やんちゃかな。まあでも、結構入りますよね、このダメージが。いや、このダメージ鬼でけえ、マジで。やば、エリゴレとあれするだけでめっちゃ入る。これちょっと、厄介なので処理します。うい！で、ここは、まあ、ライトニング打たれたら打たれたで。ん？ちょ、君。打つ方向違う。まあでも、ここは、ああ、それはめっちゃうめえ。でも、ここですね。チャンスで、マジアチャ来たら速攻引っ張ります。で、タルババサイトなんでゴブリン追加します。あ、やばい、マジアチャお前、うわ、ちょっと待って、やばい、うわ、待ってくれ、うわ、待って、ポイズン圏内にならんしな、やばい、うわ、ちょっとやべ、カメリキ、カメリキ、うわー、くそ、待って、うわー、マジで、負けましたね。普通に負けた。くそー、待って、まだやりてえけど、動画撮ってるので、というわけで、はい、まあ、急遽 BO5 かな。わかんないですけど、1勝3敗で、ちょっとね、分からせられましたね、結構。はい。メガナイトダクネスケラーとか、まあ、エリゴレダクネ流行ってますけど、あんまね、アジアでは見ないデッキとかも使ってて、ちょっとね。はい、うまかったですね。というわけで、またね、ちょっと、海外勢との BO3 とか出したいなと思います。というわけで、今回 BO5 だったんですけど、ラットもっと勝てよとね、ちょっと思った方は、ぜひ皆さん、チャンネル登録と、高評価よろしくお願いします。では、最後までね、ご視聴ありがとうございました。